私は雷鳥座噛んじゃった。雷鳥座キャンプ場の横の川におります。昨日雷鳥座キャンプ場でテント泊をして、今日は念願の立山に登りに行きます。本日登る立山とは飛騨山脈の北部にある山です。小山、大南寺、富士の折り立て、3つをまとめて立山と呼びます。今日は雷鳥座キャンプ場にテント泊しているので、そこから沢と雪渓を越えて小山に登ります。さらに大南寺、富士の折り立てを縦走して真砂の手前で下山して雷鳥座に戻ってくるルートです。雷鳥座キャンプ場の真ん中がスタートです。そこからあそこのまずは小山に向かって歩きます。初っ端から雪の上を歩いていきます。雪は残っていますが踏み固められているので全然行けます。アイゼンなしでも。雪がかなり残っております。アイゼンがなくても歩けますが、なんか地図とかしっかり見ないと迷ってしまいそうです。ちなみに一昨年の夏に剣に登った時に私が間違えた道があっちにあります。今回は絶対に間違えずに、地図をよく確認して進みたいと思います。あ、こんな感じでね、雪と土の道がガッチャンコしてます。涼しいけどちょっと寒い。日が昇ってきました。じゃん、おめでたいですな。あ、あったかい。日が昇ってきてすごいあったかいですし、雪がほとんどなのでとても歩きやすいです。おはようございます。楽しい楽しいよ。まだ橋がかかってなくて渡れない。あっちの方通るか。
吹き。20分ぐらい登ってきたら、ご覧の通り絶景があります。ここを落ちたら結構やばいと思うので、じゃん、アイゼンつける。今回は久しぶりにケアアイゼンの出番です。こうして、はい、アイゼンつきました。じゃん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 。これで安全にこの雪渓を上がっていきます。随分歩きやすくなった。はい、今ライチョウ沢キャンプ場から歩き始めて1時間ぐらいのところに来ました。アイゼンを履いてかなり歩きやすくなったのですが、あのね、ああいう感じでね、ちょっとところどころ土の道が出てきてはいるんですが、雪がかなり残っております。なのでアイゼン持ってきてすごく良かったです。はい、でね、結構溶けてズボズボいっちゃうかなって思ったんですけど、意外とほらちゃんと雪が残っているのでかなり歩きやすいです。これはいつ溶けるんだろうか。ちなみに今は7月の上旬です。はい、あと一残しまで1時間、頑張る。超綺麗。見てください、すごい急な設計です。ほら、一旦アイゼン取ったんですが危ないので再度つけてゆっくり進みます。アイゼンゾーンはそこだけでした。だがその一瞬が命取り、すごいいい景色。もうちょっと、ああいう設計が交互にあるのでとても面倒くさいです。でも面倒くさいからといってアイゼンをつけなくて落っこちた場合が怖すぎてつけたり外したりしてます。 でももうないでしょ。もうないと思うよ、さすがにね。アイゼン外したついでにお腹減ったので行動食食べます。今日の行動食はこっちか、この前のイベントで視聴者さんからいただいたメープルペカンナッツシーソルトっていうやつです。いただきます。うん、めっちゃメープルのいい匂いする。うまい、うまい、うん、今日一残しまでは
多分20分ぐらいです。室堂見えました。バスで来た人たちかな。いっぱい人がいる。よし、元気出た。行くぞ。もうちょっと。イワイワしてる。夏山っぽい。夏山ですな、完全にこれは。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あっちからも人が来てます。私はこっちから行きます。あのなんかあそこの今日朝渡ってきた橋が今日からあのできましたっていうタイミングらしくて、こっちから来てる人が誰もいなくて、すごい貸し切り状態で楽しい。キャンプ場から来たらまだ雪が溶けてなくて、でも溶けてるところもあって超大変。行きましょうか、安全のためにね。すごい。結構急です。まだまだ、急登登ってきました。ここが立山の三角点です。やったー、タッチ。一等三角点立山、標高2991m です。はい、来ました。ここからね、めっちゃ景色が綺麗なんです。Thank you.
標高が一番高いのはあそこの立山の小山の神社です。お札をもらえます。お札となんかお札と記念書。まず頭を二度押してみてくださいませ。地に手を二度押してくださいませ。最後にもう一度頭を押さえてくださいませ。はい、お参りしてきました。これで今年1年は楽しい年になるでしょう。ガスってきてしまっているので、もうここから大南寺の方に縦走していきます。パンパン小山の小屋、真っ白ですやん。足が短くて岩に届かない。あ、いいです、いいです。はい、着きました。よっよっ、めっちゃ岩岩。立山大南寺山3015メートル。あ、危ない、タッチタッチ。気をつけましょう。めっちゃいい景色。このね、上からすごい高いところまで行けるんです。すごーい。見たい崖、黒部ダムです。お、北アルプス、あれが立山。大南寺休憩所。はい、どんどん進みます。今この立山2つ目の大南寺山、岩ゴロゴロで、はい、行ってきました。次は立山の3つ目、富士の折り立てに向かいます。見て、もうさ、岩がすごいゴロゴロしてて、なんか剣とか五色ヶ原行った時もそうなんですけど、このエリアはすごい、なんだろう、足元に気をつけないとすごく歩きづらいなって思います。でもあと1個最後だからどんどん行っちゃおう。富士の折り立て、これからあれ登るん。
射程 2999m です。3つ制覇、収めます。ここも360度めちゃくちゃ綺麗な景色が広がっております。もういっぱい見たね。はい、そしたら今日は、立山3つ登ったので、ここから、降りて真砂経由で雷鳥沢キャンプ場に戻ります。ふう、アラートをめくりが池、雷鳥沢キャンプ場全部見えて、第二次元ではめちゃくちゃ綺麗。つるぎです、かっこいい。はい、そしたら雷鳥沢キャンプ場までワープします。わー、え、撮ってたの。めっちゃ急なの、やばい。ちょっとワープしようと思ったけどエネルギー切れちゃった。雷鳥沢キャンプ場の手前の橋に戻ってきました。今日は一日いい天気で、すごい楽しかったです。というわけで今日は立山登りまして、この後雷鳥山荘に泊まる予定です。動画も長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。部屋8畳だよ、贅沢。 Thank you.